皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もユーフットボール2024今週の週間 FP 予想いきましょう。この週末は日本代表がね、イラクに敗れてしまいましたが、あさっての試合でね、しっかりと勝てば決勝トーナメントいけますから、応援していきましょう。さあ、今週の週間 FP、ラストのブースター配布日ということになるんで、どういう選手が配布されるのか、その辺にも注目集まるんじゃないでしょうか。結構攻撃陣がね、今回爆発してくれてるんで、有名どころがね、集まりそうで楽しみですね。こんな感じで毎週紹介やっております。ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。今週はフランスはカップ戦やってたので、まあ、基本は対象外だと思います。例外があるかもしれません。さあ、いつものようにゴールキーパーからピックアップは2人ですが、別にサボったわけじゃなくて活躍選手が私の目に入らなかった、もしかしたらもっといたのかもしれません。その中でピックアップはバレンシアのママダシュビリ選手。セーブ数としてはそんなに多くないものの、無失点にも抑えてチームの勝利に貢献の1対0の勝利。身長の大型な197センチ、登場すると初 FP になります。攻撃的 GK ですね。さあ、続いてディフェンダーいきましょう。まずはポルトの2人かな。サイドバックの2人、ウェンデウ2ゴール、1アシストのジョアン・マリオ。ウェンデウはなぜかフォワードの動きをね、特に2点目なんかはなぜあそこにいたんだところにいましたからね。2つのワンタッチシュート、マリオはクロスから1アシスト。ポルトは他の選手をピックアップしたので候補には入りましたが、もしかしたらがあるかもしれませんね。そしてユベントスからブレーメル選手がチーム3点目のゴールを決めました。コーナーからすごい打点は高かったですね。得意のヘディングシュート。そして初 FP 期待はブレントフォードからベンジャミン・ミー。なんか全然来ません。ベンミー選手はいつ来るんでしょうか。結構私ピックアップしてるよ。3対2の打ち合いの中、イヴァントニーが復帰しましたね。フリーキックのね、位置をずらすというね、巧みな技でゴールも決めています。その中でチーム2点目、一時勝ち越し弾を決めたのがベンジャミン・ミー。ニアでヘディングシュート。ベンミーは小柄なセンターバックですね。ハードプレスなので、まあ、そのままで来てくれると嬉しいけどね。そしてアーセナルのマガリアンイスは2ゴールかと思われたんですけど、2つ目はオウンゴールになったっぽいですね。先制点はコーナーから体を反らしての素晴らしいヘディングでした。少し前にも来たので他の選手の活躍もあり、可能性あり止まりにしました。そしてブースター込みの予想は、決勝点を挙げたレアルからダニー・カルバハル。この試合前半1分の失点、さらにミスからの相手のゴラッソ、0対2とビハインドの中から後半のアディショナルタイム、カルバハルのゴールが決勝点になっています。正直カルバハルって能力結構いいんだけどね、今回ブースターがいいとか入ればなかなかに期待できるでしょう。ぜひディフェンスか身体能力か。さあ、続いてミッドフィルダー行きましょう。まずはエンポリのジュルコフスキー選手、ハットトリックの活躍です。リーフトのゲーム内ではまだスペツィア所属なんですけど、この冬に移籍してきた選手ですぐ活躍。ただね、全てのシーンこぼれ球拾ってました。運もね、味方につけたこの選手来るんでしょうか。浮いたこぼれ球のダイレクトボレーは13分の先制点、素晴らしかったですし、2点目は頭で詰めましたし、73分3つ目もこぼれ球ワンタッチ。移籍して早々のトリプレッダー、この後チームの中心になるんでしょうか。そしてピックアップの2人目、ポルトからはバレラ選手、1ゴール2アシスト。クロスからのアシストなどもありましたし、5対0の中チーム5点目をね、決めてもいますね。そしてこの選手なんですけど、177センチのアンカーで、サイズ感はバリオスぐらいかな。特筆してみたいのはスキルですね。ワンパ、スルパ、中盤に必要なパススキル持っていながら、インターセプト、ブロッカー、闘争心持ってるんですよね。スキル、ほんと余計なことせず、軸足消して何かつけるぐらいで、かなり整ってくるんでね、その辺に注目かな。そしてガラタサライからは2ゴールのアクティルコール選手。こちらも5得点の快勝でした、5対1。チーム4点目、5点目を決めました。特にアクティルコール自身の1点目、素晴らしい完璧なコントロールショットでしたし、2点目の追加点はワンタッチシュート。ダメ押しの4点目、5点目を決めました。そしてベンフィカからはディマリアも活躍です。1ゴール1アシスト。61分インスイングのクロスが直接ゴールに吸い込まれて先制。アシストシーンは裏に抜け出して、左アウトで中央の味方へのラストパス。こちらも素晴らしかったですけど、少し前に確か来ましたよね。チャンピオンの方かな。ただ A は硬いでしょう。そして久保選手も欠場しているソシエダからブライス・メンデスが決勝点を挙げました。狭いエリアでスピードのあるグランダーパスでしたけどね、しっかりと足元に収め、その流れから左足の素晴らしいシュート。何度かね、FP になっているんで今回ピックアップしませんでしたが、候補にはしっかりと入ってくるでしょう。今回ピックアップしたのはパートナークラブミランからロフタスチーク選手。3対2の打ち合いの試合の先制点を決めました。グランダークロス2波でジルーがスルーしてからのワンタッチで決めたゴール。先制点ですね。ロフタスチークは何といってもスキルかな。現在3つしかついてないんで、しっかりと4つ5つつけてほしいですね。バランス系2列目で。プレイスタイルは多分そのままかな。そしてオランダ首位、無敗で17連勝、18連勝だっけ、ペースベイ。ついに勝ち点を落としました。ユトレヒト、ブサイドが1ゴール決めて引き分けに終わりました、1対1。まだまだ無敗ペースベイ。どこまで無敗を貫くのか。そしてレアルからはベリンガム、1ゴール、1アシスト。先ほども言った通り0対2だったんですけど、唇のゴールを PK でしっかりと真ん中に決めましたね。しかもグランダーで打ってたんで、
一歩間違えれば得点チャンス失うんですけど、度胸がすごいですね。決勝点をヘディングでアシストもしています。そして今回ブースター込みのピックアップ、ローマからエルシャラビー選手注目です。今回 OMF なのでワンチャンバグ強もあるかもしれません。2アシスト。ローマは監督交代でデロッシ監督初陣でした。しっかりと2対1の勝利。カウンターから4人を引きつけてフリーのルカクへパス、決めての先制点。ルカクのクロス、フリックしたところをペッレグリーニが左足でニアウェを打ち抜きました。2つのアシスト。今回 OMF にもなりますし、パスが20プラスとか入ればバグ強も期待できます。相変わらずスーパーサブ持ったままなので、何個かスキル追加、何が入るんだろうね。ワンパつくのかな、あれ。その辺にも注目かな。さあ、そんな中フォワードの活躍が票を埋めました。現在トルコガチャにも収録されている10点満点2ゴール1アシストのガラタサライザハ、活躍は十分ですけど、現在来てるとなるとスルーされる可能性もありますね。グランダークロス、体勢崩してのワンタッチシュート。2点目は動き直し良かったなって思いました。スルーパスからのアシストもありました。そしてその選手よりも大活躍、ハットトリックプラス1アシスト、パートナークラブバルサからはフェラントーレス。21分の先制点は抜け出したペドリからラストパス、トーレスがワンタッチで決めました。ヤマールのシュートかな、ポスト叩いたところを詰めての2点目。その後ベティスのイスコに2ゴールを許して2対2とドローに持ち越されるんですけど、90分フェリックスのゴールをアシストしたのがフェラントーレス。さらにダメ押しゴールをカウンターからヤマルのスルーパス、最後はループシュートで決めて全4得点に絡む大活躍。フェラントーレスは今回左ウィングなので、ポジション変更が大きく入るっていうことではないんですよね。ボールキープをその名の通りキープできるかっていうのがポイントかな。85を下回るとちょっと苦しい枠になりそう。あとはしっかりスキルつけて。そしてこちらも大活躍、ハットトリックのジローナ・ドフビク選手。先制許すも13分から19分6分間でハットトリック。クロスからのファーヘッド、左足のワンタッチ、味方の動きをおとりにしてからの左足ミドルシュート。その後2点も追加し5対1の勝利。ドフビクは前回も来てますね。まあ、得点力は申し分ないんですけどね、他の数値なんとかなってほしい。そして大活躍はリバプール勢にもいます。2ゴール1アシスト、今回ブースターで、しかも配布なんじゃないかなという期待を込めてジョタにしました。ブラホビッチと迷ったんですけど、ブラホビッチ逆足上がんないんで、当たり度で考えたらジョタの方が当たりっぽいかなって感じ。一応センターフォワードにフースコではなってたんですけど、ヌニエスの方がセンターフォワードの位置にいたような気もする。アウェーで4対0の快勝でしたね。前半アディショナルタイム、コナテのフィード、カーティス落とし、ジョタのワンパ、ヌネスがワンタッチシュート。2点目はガクポのスルーパスからジョタがワンタッチ。3点目は左サイドのクロスが流れたところ、最終的にはブラッドリーのクロスからジョタが決め切りました。4点目後半アディショナルタイムはゴメスからのクロス、最後は右アウトでヌネスが沈めてます。今回センターフォワードジョタであれば、多分ボールキープビニシウスみたいにやられないと思うんで、これぐらいの数値になる可能性もありますからね。これぐらいで切ってほしいな。あとは今回両ワンタッチ追加絶対入るんで、そこは注目かな。そしてユベントスからブラオビッチが2ゴール。59分は先制点、ふんわりクロスから叩きつけてのボレーシュート。アーリークロスからパーでマッケニーが折り返し、ブラオビッチが詰めての追加点。この試合ドッピエッタの活躍でシーズン2桁ゴールも記録。前回の週間逆足最高になってたんですけど、まあ、今回のゴールシーン、まあ、確かに詰めたシーンは右足っぽかったんですけど、さすがにあれでは逆足最高までにはならないと思うんで、また逆足で決めた時にね、来てもらいましょう。そしてアヤックスからブロベー選手2ゴール、 PK1 本失敗したっぽいです。ハットトリックを逃していますが大活躍。特に35分の2点目のシーンなんかは狭いところターンしてからしっかりと抜け出して左足、チーム4対1の勝利に貢献です。そして最後のブースターピックアップ、アーセナルからマルティネッリ選手にしました。途中出場なのでスーパーサブチャンス。チーム4点目5点目を決めたんですけど、マルティネッリ飛び出して流し込むようなシュート、正直5点目マルティネッリの2点目ですけど、裏へのパスから抜け出して、ほんと4点目と同じようなシーンでしたよね。まあ、なんといってもボールキープがどうしてもウイングになると下げられ、センターフォワードになるとそのままキープできるというね、今の現象なんで、今回ウイングなんだよなーって、なんとかスーパーサブでね盛り返してもらいましょう。この時もスーパーサブできたんだ。ということでまとめるとこんな感じ。今回配布はジョタ予想、ブラホビッチもあるけどね、あとはブースターどういう選手につくのかと、どのブースターになるかかな。最後の配布なんでね、思い切ってほしいですね。こんな感じで毎週予想やってます。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた来週。